ストレッチ王国に金子でございます。今日はスペシャルゲストが来ております。自己紹介一つよろしくお願いします。スモローゲートの西崎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。知ってますか皆さん、はい、この社長の YouTube がこちらドン、うん、こんな感じでバズってますね。金子さん知らなかったでしょ。知らないです。ブラックなって聞いたんで、はいはい、どれだけ悪い会社の方なんだろうと僕は思ってて、はい、めちゃくちゃ悪い会社です、ね、あ、そうなんですね、はい、ガチ検証っていつも僕やってて、はい、体のお悩みとか、はい、痛いところを短時間でどれだけ治せるかっていうのをやるんですよ、はい、僕正直なんで治ってなかったら治ってないって言いますよ、はい、いいんじゃないですか。体のお悩みって何かありました、はい、首ですね。一番は右向くと向きづらい、はい、左向くとやりづらいってありますか。左もちょっと向きにくいです。詰まる感じですね、はい、肩がめちゃくちゃ落ちてるって言われるんですよ。そうなんです、それ言おうと思ったんですよ、はい、肩の高さが全く違いますよね。本当ですか。これまっすぐ下がってますよ。めっちゃこっち下がってますよね。これはもう背骨の問題だったり、はい、重心の問題だったり、はい、足元か腰元かで大体違ってくるんですけど、はい、それが影響されていて肩が痛いのかもしれない、はい、治るんですか。治りますよね。それナイスフリー。治らない。じゃなく本当整骨院行ったりとか、うん、マッサージ行ったりとか、うん、いろいろあったんですけど、よくなら戻っちゃうんですよ。わかりました。私がドエスにストレッチしていきたいと思いますので、ブラックにドエスがいきますので、一つよろしくお願いします。お願いします。こっちも下がってるの分かりますか。なんとなく分かります。いって。ちょっと待ってください。こちょばがりなんですよ。こちょばがりなんですね。こちょばがりの人って意外と凝ってるってことなんです、はい、あ、そうなんです。硬いからこちょばがるんです。柔らかくなると少なくなるんですね、はい、凝ってるところはですね、はい、これです。あーいだ。あともう一個硬いのは背中の、あれだ。ブラックが怒る。ブラックが怒る。こっちが緊張してるんでこっちが上がってるんです。こっちが下がってるからとこっちが加齢をしても意味ないんですよ。こっち緊張してないですよ、そんなに。悪いところはここと、はい、今こうやっただけですよ。押すとき押すって言ってくださいと。押す、はい、ここ押す、ここ原因はグッと噛んでください、はい、これがこっち側を引き上げてます。全部一瞬口開けて、あー、顎の筋肉を緩めます。1,2,3,4,5 これすごい噛んでますね。あー痛い。3,4,5 OK、 次最後です、はい、口開けて、あー、1,2,3,4,5緩みましたよね。通すね。もう一個あるんです。これです。痛いです。1,2,3,4,5吸います。肋間神経がめっちゃ硬いです。はい、吸います。鼻で吸いましょう。4,5次ラストです。早く1,2,3,4,5吸います。1,2,3,4,5そしたら首の神経伸ばすので一回吐いてください。はい、吸います。2,3,4,5これ見た目全然面白くないですね。見てる皆さん我慢してくださいね。吸います。1,2,3,4,5これストレッチを筋肉にしてんじゃなくて神経が伸びてるんですよ。これラストです。吸います。1,2,3,4,5 OK です。手をお腹に置いてください。最後背骨伸ばすんで、はい、楽にしてくださいね。息吐いて鼻で吸って体後ろ倒します。ぐっと倒します。そうですね。息止めてお腹膨らまします。お腹今度へこませます。下ろしますよ。3,2,1オッケーでーす。終わりですか。終わりです。普通に左向いていいですよ。さっきの痛みがある方には行きやすいですね。だいぶいいですよね。何をしてくれたんですか。背骨が、はい、こっち側の肋間神経が張ってたので、はい、こうなってたんですね、はいはい、こうなってずっと生きてらっしゃるので、うん、こっちがこっち側向きづらいんですよ。これをここ解放してこう解放して、はい、背骨をキューンと伸ばして全体的に柔らかくなった感じ。背骨が伸びたので、はい、背骨の中に脊髄って中枢神経があるんですね、はいはい、それが縮んでたんですね。なるほど。何日かしたら戻りますけど、はい、繰り返してると戻らないんですね。どのぐらい通ったらいいんですかそれ。2ヶ月半ぐらい、はい、1週間に1回。そうです。今はこういう感じになっちゃってるけども、はいはいはい、こっちが正しい方なんだなと思うと気持ちいいわけですよ。こっちの方がこっちが快適って体が選択するとそれが定着し始めるってことなんですね。どうでしたか。よかったです。また行きたいです。来ましたね。今度事務所に来てくださいよ。うち事務所に来い、はい、どこですか。大阪です。大阪に軽く言いますね。僕は大阪行く時に、はい、行かせていただいて、はい、多分困ってる方いっぱいいると思うんですよ、はい、私そういう症状が悪い人を聞くとよだれが出るんですね、はい、お客さんいっぱいいますんで。ありがとうございました。ストレッチ役に金子と西崎です。ありがとうございました。シリエスストレッチトレーナースタッフ募集のお知らせです。学びながら仕事がしたい、そんな熱意のある方、金子忠と一緒に仕事をしましょう。エントリーは概要欄から。金子さんのストレッチって本当に効くのかよ。いやいや、俺は整形外科行ったって柔道整復師にやったってダメだったんだよって言ってるところのあなた、金子忠のストレッチにぜひ挑戦してみて、挑戦者は概要欄から。